小田少年のアンテナにこの情報が引っかかっていたならば、当然悪魔の実というワンピースの最重要設定にこの概念を組み込んでいても不思議ではございませんというね。ここも結構ね、意味深でした。魂の質量は 21g というね。そして今、エッグヘッドで悪魔の実関連のことがね、うわーって明かされていっているっていうことを考えると、このワンピース最大の謎、悪魔の実に関する重要なヒントとなり得る概念と言えるのではなかろうかと。サウスブルーのある学者がこう言った、人は死後 21g の質量を失うということで、ウエストブルーと言ったら、オハラもそうだし、シャンクスもそうだしっていうね。まあ、クローバー博士がそう言った可能性もゼロじゃないのかな。考古学と魂の質量ってあんま関係なさそうなね。あー、ホグバック関連かもしんないな。魂21g は稲川淳二がよく言ってるイメージだ。この初見読みの段階でもすでにね、寄せられていましたが、この魂に重さがあるという概念自体は現実世界にも存在していると。2003年にはそのまま 21g という映画が公開されており、この映画の内容も今回の1072話のタイトル記憶の重さに近しいテーマで、魂の重さ、聞いては命の重さを考えさせられる映画になっているようですと。これ2003年公開の映画ってなった時にワンピースの構想とかっていうことを考えていくと、このチャンネルでよく言いますけども、まあ小田先生が中学2年生の頃、つまり1989年頃にワンピースの構想っていうのが始まっているってことを考えると、魂の重さっていう概念がいつ頃生まれたものなのかを考える必要があるんじゃなかろうかというね、ところで調べてみました。映画の公開は2003年でございます。しかしこの研究の発端、なんと100年以上前ですね。いや、マジで勉強不足で知らなかったですね。1907年にダンカン・マクドゥーガルさんっていうアメリカ合衆国マサチューセッツ州の医師が、医学雑誌とか当時のニューヨークタイムズにも掲載された研究結果っていうのが始まりになっているようです。1907年ですか。ただこれ当時はこの団体が英語のね、団体名なんですけど、日本語で言うと心霊現象研究協会っていうね、この怪しさ抜群の組織、これが打ち出した研究結果ということもあって、当時はあんまり相手にされなかったというかね。ただこれをきっかけに人間の魂の重さは 21g という説が広まっていったと言えると。つまり映画の公開は2003年ですけども、100年以上前からこの研究はされていたというところで、構想から綿密に重要設定を組み立てていったであろう小田少年ですよね。小田少年のアンテナにこの情報が引っかかっていたならば、当然悪魔の実というワンピースの最重要設定にこの概念を組み込んでいても不思議ではございませんというね。今一度この 21g 改めてチェックするのも楽しいんじゃないかというところでございます。悪魔の実っていうのはもうマジで大根本じゃん、ワンピースの。これが後付けであるとか、本当はそうじゃなかったのに魂の概念を後から入れるようにしたとかっていうこと絶対ないと思うんで、確実に一番最初から中学2年生の時からもう考えられていたことだと思うんで、でこの 21g っていうここを調べられたのは結構大きかったのかなっていうね、今後の考察にもかなり影響を与えそうなねところでございます。 21g の話はネットが普及するよりも以前に本かなんかで読んだ記憶がある。14歳の小田栄一郎が40年後ぐらいに描く 21g が初期構想からあったら化け物すぎる。すごいよな、小田少年。小田少年がすごすぎる。そんなところで魂の重さかっていうのは 21g っていうのね、ここも深掘りしていきました。まあそれこそブルックの読み読みの実の能力とか、あと読みの国っていう概念とか、魂がさまよわずに戻ってこれるように身寄りっていうのも大切にしてるとか、数々の魂に関する描写っていうのはワンピースに用いられてるんで、まあ悪魔の実に魂がね、だからといって魂にじゃあ絶対に悪魔の実が宿ってるかと言われたら、そこまでは断言できないような描写だよね、まだね。悪魔の実が体のどこに宿るかの話なんですけど、魂が関連してそうではあるんですけど、血統因子とか血液とかそっちの話も出てるんで、そこが悪魔の実のヒントにはなってると思うんですけど、ズバリ何っていうのはまだ断言はできないようにはなってるっていうか、まあね、悪魔の実が宿る場所、魂に宿るんじゃないか、心臓に宿るんじゃないかとかね、であとはもう血統因子そのものに宿るんじゃないかとかね、骨に宿るんじゃないか、であとは毛根に宿るんじゃないかっていうね、考察者さんとかも BOT とかには現れて、めちゃめちゃそれも納得できるところだったんで、これがね明かされるのもかなり楽しみなところではありますよね。毛根は結構熱いよな。
よくわかんねえんだもん。だってあのブルック毛根強かったんですっつって白骨化してんのにアフロ残ってるみたいなのさ。であれギャグ描写なんですけど、あれに悪魔の実に関するヒントが隠されていたっていうことになるからね。ギャグに隠されていた真実みたいな話になるから、毛根は結構熱い。でまあ遺伝子とかそういう研究をしてる人とか、そっちに詳しい人は毛根っていうのが遺伝子上大事なことってわかってるんでしょ、みんな。俺あんま詳しくないですけど、魂に重さがあるっていうのもまあそうなんですけど、それどころかその能力、見えるはずのない痛みを存在させ他人にそれを押し付ける。だからゾロが食らったやつだよね、何もなかったのところのやつ。見えるはずのない痛みを存在させ具現化してそれを他人に押し付けるっていう能力で、これ悪魔の実の能力だから、それがなぜとかどうしてとかどうやってとかっていうのは我々は考えたことなんてなかったんですけど、これが末梢神経の信号を無線で譲渡しているっていう答えを出していったベガパンクっていうね。いやー、ここが面白いな。だから他の悪魔の実も、例えばバネバネの実とかっていうのとか、ドアドアの実とかっていうのも、あんなのどこでもドアみたいな異次元の能力みたいなことなんだけど、ベガパンクからすると、あ、これはこういう理論なんだ、こういう理屈なんだな、じゃあ応用するとしたらこうやって応用できんじゃねえのみたいなのをずっとやってるってことだよね。いやもうすごいよな、ベガパンク。次回なのか、ボニーがもうこのクマの肉球を触ってこのイメージとか思い出っていうのを見ちゃうから、ここで答え合わせはまあ一応できるっていう話だよね。クマの記憶すべてが分かっていく可能性が高いというところだよね。ノアさん610円ありがとうございます。よく男の子は母親に、女の子は父親にって言われてますけど、ワンピースでは男女問わず外見は母親にな気がしています。エースとルージュ、そばかす、ロビンとオルビア、ウソップとバンキーナ、ルフィもドラゴンと似てないので母親の外見の遺伝があるのかと思っています。モッチ先生は外見の遺伝に関してどうですか。うわ、確かに言われてみればそうだな。父親に思いっきり似てるとかってあったかな。サンジもそうだね。ジャッジとソラの子供がサンジだよね。完全にソラにしか似てねえもんね。これはどういう意図で描いてんだろうな。いや考えたことなかったな。あ、ウィーブルか。ドレイクもなんかちょっと顔の形とかが似てる。あ、スパンダムとスパンダイン。エースはそばかすだけ。まあ、確かにエースとロジャー似てないんだよね。ビッグマムは基本的にパパに。あ、そうか。そこそこあるね。目立っているのがそうであるだけで、法則にするにはちょっとデータが弱い感じはするね。確かにね。まあ、オルビアとロビンが似てたりとか、いろいろあるけど。ベッチの子供ベッチに結構いるね。あ、モーガンとヘルメッポもちゃっ感似てるか、しゃくれ具合結構似てるな。そこに意図的なものはないのかもしれないですね。ランダムに書いててたまたま印象的なのが母親にだったっていうね。ジュネーブさん320ありがとうございます。根拠まで書ききれないけど、今回のクローン話でナミ、ルフィのお母さん説、辻褄合うことだらけ。ルフィの母親のクローンがナミってことなんだ。麦わらの一味の中にクローンいたらマジで衝撃だけどね。でこれはそのさっきのフィルターあるじゃないですか、ベガパンクにとって有益かみたいな。これが若干その人の実モデル2価をずっと長年狙ってたりしてるんだったら、その存在を知っていて一味の中にクローンがいて、ルフィの動向を常々チェックしてる誰かいたりしてもまあ不思議ではない。でもナミってルフィに会ったのはさすがに偶然だよな。この話で行くんだったらナミとルフィが人為的に会ってってほしいんだよな、偶然じゃなくて。いやちょっとね、根拠を知りたいね。根拠まで書ききれないって書いてあるんで。さあそんな感じで、あのキャラクタークローンなんじゃないか説がね、これはそうなるでしょうというね、全てを覆す新設定だもんね。実は勘十郎絵が上手かったみたいなみたいなところ、裏切り者だったみたいなところから、じゃあもう全部できんじゃんっていうね。感じろ、その能力あれば全部絵かもしんないじゃんっていうね。どいつもこいつも絵かもしんないじゃんっていうところだったし、時々の実っていう存在が明かされた瞬間に、じゃあナミも時を飛ばされたんじゃないか、シャンクスも時飛ばされてきたんじゃないか、みんな時飛ばされてきたやつの説あるじゃねえかみたいなさそれで言ったら今回のこのクローンもすごいね。全員クローンの可能性見えてくるよね。めちゃめちゃクリスマスデートにぴったりな雪がチラチラ降ってるぐらいの感じだけど今ちょうど寒くもないぐらいの気候でチラチラ雪がこう舞っている。 And for a red Christmas every depot says to me ぐらい降ってますけどAnd for